せーの、こんにちは。検索チャンネルのけんすけとさくらです。はい、ということでね、本日は大阪のね、梅田にもコラボカフェとしてねやっているバックナンバーカフェに行ってきたんでね、まあその様子をお伝えできたらなと思います。はい。でなんか今までは福岡と東京やったかな。もうやっとん福岡って。うん、多分ね。あ、そうね。をがあって、で今回大阪もねやなんかできたということで、僕たちもねバックナンバーがまあ好きなんで行ってきました。第2弾やけどね、これは。あ、そうね。なんか期間によってね、メニューが違うみたいな、前半戦と後半戦みたいな感じで、で僕たちは後半戦に行ってきたんでね、メニューも前半戦とは違うんですけど、このメニューのあれも可愛いよね。バックナンバーって書いてあって、でまあメニュー見てもらったら分かると思うんですけど、全部ね何曲の名前か、になっとってね、すごい可愛いものばっかでね。凝ってるね。凝ってるね。なんか大阪やけん、まあ、大阪限定のやつとかもねあったりとかして、すごいいろんなメニューがあってね。裏にはこれね、なんかこれはカップごと食べれるみたいなね。らしい、ね、すごいよね。早飲まないけん。確かにね。確かに。クッキーやけん溶けていく。でなんかこういうのはなんかテイクアウトメニューとかもあって、でまあ普通のドリンクもまあもちろんありますよみたいな感じでね。なんか元々のカフェのメニューとかね。そう多分そうやろうね。でまあ桜が微妙に揺れようやけど、なんかずっと音楽がね、そう流れよって、バックナンバーの曲が爆音で流れそうやけん、こう後付けっていうかね、著作権が圧倒的アウトなんで、こういう感じでお届けしてるんですけど、ずっとバックナンバーの曲が流れてましたね。おお、かわいい。すごいね、これね。すごい綺麗よね。これがロンリネスやったかな、ミートのね、ミートとチーズの、めっちゃ美味しそうやもんね、もう見た目から。見た目から好きやもんね。で僕がハッピーバースデーを頼んで、まあ、ケーキやね、でこっち側から見たら分かると思うんですけど、こう文字でね、ハッピーバースデーバックナンバーって、すごいよね。盛り付けもめっちゃ可愛いし。でこれはサマーワンダーランドやったかな。これは多分飲み物は大阪限定のやつだった気がするけど、違うかったかな。あ、そうやね、多分。いや、よね、やったよね、どうやった味は。美味しかったよ。美味しかったよね。俺も食べたけど、だいぶ美味しかった普通にね、真面目に。びっくりした。俺本当にめっちゃ美味しかった。びっくりしたもん。まあミートとねチーズが好きやけんね、さくらも。まあケンスケナス食べれんけどね。まあそうやね。ナスは食べれんよ。では僕はケーキですね。スポンジとクリームの。中にもクリーム挟まっとったこと。これめっちゃ美味しかった。俺あんまりなんかスポンジが好きじゃないよね。それケーキ全般ダメやん。そうね、あんまりスポンジ好きじゃないよ。クリームが好きなんやけど、でもこれはなんかスポンジもすごいね、柔らかいっていうか、とろけた口の中で。なんかめっちゃ美味しかった本当に。はい、ということでね、このいい感じのアングルからね今度はお届けするわけなんですけども、あのなんかポストカード、これね、そうなんかめっちゃ4枚ぐらいもらえたけどね。なんかコラボメニューとドリンク頼んだらもらえるみたい な、やったんかな。それで何枚か来た。でこれはその展示品としてね、なんか実際のミュージックビデオで使われた道具なんかな、多分ファンの人は分かると思うけどね。すごいよね、こういうのが見れてね、さすがコラボカフェだけあるなと思いましたね。ね、いいことない、無料で見れるわけやけん。でなんかこれはなんかメッセージみたいなね、付箋で全部付箋で貼ってあるんですけど、バックナンバー大好きみたいなね。中にもノートで、あ、そうね、ここにもノートあるけどね、ノートでもまあメッセージ書けれるし、付箋で貼っても書けれるよみたいなのがありましたね。でまあその隣には今までのアルバムとかがねずらーっと並んどって、買えたんかな、こういうの買おうと思ったら。買えるんやない、まあ、買えるんかな。だって隣がなんか CD 屋さんみたいな感じで、そうやね、まあ、
いっぱいマックナンバーの、ね、やつが並んでましたね。レコードもあって。そうやね、あったね。横っちょ映ってない方レコードもあった。はい、ということでね、まあ最後はこんな感じの写真でお届けするわけなんですけど、この真ん中で持ってる傘もね、なんかいろいろ種類があって、そうそういろいろ種類があってね、いっぱい写真とかも撮れましたね、うん、でね、まあ今回はねちょっとバックナンバーの音楽が爆音で流れてたんでね、こういう感じの後付けのね動画になったんですけど、まあまたこれからもね梅雨とかが終わったらいろんなところにお出かけできたらなって思います。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。Twitter、Instagram のフォロー待ってます。待ってます。以上検索チャンネルでした。バイバーイ。バイバーイ。